時27分、今朝の聞きたいは衆議院の現在の選挙制度小選挙区制について考えます主権者である国民の意思を政治に反映させるのが選挙ですが1994年平成6年に衆議院に小選挙区比例代表並立制が導入されてからまもなく30年になりますこのの選挙制度の変更で 日本の政治はどう変化したのでしょうか今朝は小選挙区制が政治に与えた影響を元経済企画庁長,長官で福山大学客員教授の田中修生さんに聞きますスタジオに来ていただきました田中さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします そしてみな、えー、リスナーの皆さんからです、ねえー、小選挙区制についてのご意見メールやツイッターでお寄せください、えー、後半の8時台の中でご紹介できるかと思いますまず、田中さんこの衆議院の小選挙区比例代表並立制ですが定員が1人の小選挙区と全国を11のブロックに分けた比例代表で選挙が行われていますでそれまでの中選挙区制に代わって1994年に導入されまして 当初は定員が1の小選挙区を全国で300設置してさらに全国11のブロックに分けた比例代表で200人を選出する形に選挙制度が改められましたこれが導入されてからまもなく30年になりますけれども田中さんどのように振り返られますかあの、まあ、当時あの、まあ、構造職というふうに言われたんですけどもあの 特にまあ自民党内で、大きな汚職事件が起きてきて振り返りますと、1988年ののリクルート事件、そ,れが代表的なその後東京佐賀急便事件などがありましでそれをどうするかっていう中で、選挙制度のせいにしたわけですよね、せいにしたえ結局、選挙制度がいけないんだと、それまでの中選挙区制、はい。 これは同じ党の人たちが同じ選挙区で争うから、サービスの競争すると、お金も使うと、これがいけないと、だから、中選挙区制はやめた方がいいと一つの選挙区で定員が2人とか、それから5人ぐらいまででしたから、えー、同じ例えば自民党なら自民党から、派閥の違う人たちが出ると、はい、そういう形だった。そうでですねでそ まあ結局だったら、贈収賄の,の刑罰をきつくするとか、政治資金とか選挙運動の規制をすればいいという方向、私なんかそういう意見だったんですけども、いや、選挙制度が原因なんだと、そういう流れ。 がどん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 強まっていって、でたまたまできた細川内閣で、ですね違う案を出したわけですよ、あの私も <laughs> その時中枢にいまして、ええあの、細川さんのそばにいたんですけれども、結局、250の小選挙区で250のその、の全国比例というのがブロックではなくて、全国の比例代表衆議院を通ったんですね。 それが、はい、だけど参議院で、あのー、社会党などのお反対で否決される、えー、ということになって、土壇場で、はいあのー、当時の自民党総裁の河野さん河野洋平さんと、はいお、細川総理とトップ会談で、えーあのー、あっという間に決まったのは、もうほとんど審議もしないで決めてたのが、げ現行制度ですよね。 つまり、えー、比例代表の方が全国ではなくなった、ブロックに分けた形ですね,ねそうですね、それから重複立候補というわけのわからないものが、ええ、ほぼだから自民党案丸のみっていう形でできやがった重複立候補、小選挙区で敗れても、その赤配率によって、えええー、復活当選があり得るという制度ですね。そうですね で細川内閣では、俺からあのなんつうか、バブルが崩壊した、もう音を立てて崩壊してる最中で、えー、なんとか経済しなきゃいけないと、はいまあ、選挙制度の問題が大騒ぎになってたんで、うん、早く片付けてあの、経済の立て直ししなきゃいけないという,あ<ー>いうことで、えーあの、案を出したわけですよ、それが衆議院通ったんですね、はい、先ほど申し上げたやつが。えー で結局、それが参議院で蹴られたもんで、トップ会談によって決まったと、そのトップのお二人さんが、あれは間違ってたというふうにあの言ってますよね。ですから、のこの制度は本当にいいのかということを、もう一度真剣に。 考えなきゃいけないという機会が来ているというふうに思いますね、えーはい、これはの、今おっしゃった経緯を振り返りますと、そのリクルート事件などで国民の政治不信が非常に高まったと、自民党内など若手を中心に危機感が高まって、その中選挙区制の、えー、欠点を改善するために、とにかく、えー、政策本位の選挙にしようということで、小選挙区制を導入したわけですよね。で 衆議院選挙はある種、政権選択の選挙だという認識は定着してきたかと思うんですが、この小選挙区制を取り入れたことによって、メリットっていうのはなかったんですかそうですね、田中さん、何を目指しておられたんですか、その時、まあ、やっぱり一番はあの、ええ、なんていうんですかね、優れた政治家があの、都市空権でも出ていけるような余地は絶対残さなきゃいけない。 結局、あの第2一次大戦というのは、あほんの4、5人の、ね、愚か者が起こしたというロ、ロイド・ジョージっていうあのイギリスの首相が言ってる、はい、2二次大戦もそうですよ、ほんの数人の愚か者が起こした、でそれを止めにあのかかる人材がいなかったと、うん、だからなんかこの人材、いわゆる志のあるね、 あの人材をあの政策決定の場合に残しておくということはどうしても必要なことで、そういう意味では党を重視しているという、過度に重視しているというのはよくない、抽選曲制はどっちかというと個人を重視する、個人を選ぶ、個人の名前を書くわけだから、優れた政治家を選ぶという形で。 確かに小選挙区制になりますと、何々党と何々党の争いという形になりますが、中選挙区制だと、同じ党の中でも、何々さん、A さん、B さんが、るわけですからねそうう違う考え方がね、ええ、あの存在し得るわけで、<ー>同じ党の中でね、ええところが、党に対して、へつらうような人たちが多くなっちゃう、どうしてもこれは。 党の指導部やなんかにへつらうというのは、公認を党から得るためには、やはり執行部の方針には従わざるを得ないで上にある意味で、まあ、悪い言葉ですけど、立てつくような、立てつくっていうか、上に、えー、反論したり、反論す,したりするということができないのは、どう考えても人材とは言えないですよ、僕にたれはれば人材っていうのはね、上に対してもものを言う人たち。 ですよね、そういう人たちがどんどん少なくなっていくという流れが生じていると、はい、いうことでしょうね、うん、これをまあ最近は政治が劣化していると言いますよね、考え直す機会が来ているというふうに思いますね、うん、あの田中さんが、妥協で、えー、最大限の妥協で,です、ね、その小選挙区と比例代表については全国でっておっしゃったのは。うん やはり比例代表全国にすると、そういう、なんでしょうか、少数意見の人も立候補しやすい、あるいは当選しやすいという考えがあったんでしょうかそうです、ねあの、細川内閣が出した政府案、先ほど言った衆議院を通った、ええ、原案の、一番の原案でい私が作ってるんですよね、はい、でその中には、全国比例っていうのは、やっぱり価値のある少数政党も存在しうるという形で、うん、だから、あの国会でもね、細川さんが、ええ、 あの二大政党制ということを一言も言ってないですよ、穏健な多党制という言葉を使ってます、<ー>二大政党を目指すということじゃなくてね、でそれがその時代その時代において連立を組んで、あの例えばあの脱原発という考え方を持っている人たちも、はい、朝鮮極地政治は全然グループできないですよ、ところが、全国比例だと、2三3 0人は常にね、 あの原発を監視するというような政治家が出てくるだろうと、ういろんな意味で専門家集団ができてくると、その中にそのいざという時の人材が含まれているということを考えて、全国比例というものを行ったんですよね、えー、目標としていたのが、穏健な多党制ということですが、うん、小選挙区制度が導入された時には、政権交代可能な二大政党制という。 動きが大きかったように思うんですが、うん、これについてはどうお考えですか、うん、これもだから、幻想なんですよ、その前に、幻想ですか、ええとにかく私がその時言ってたのは、はい、二大政党制っていうのは、ええあの、二つの政治潮流というものがあって、はい、初めて二大政党制があるんで、制度を作って、制度が二大制度を作るんじゃないんだと、他の国でもそんな国ではないですよと。 ね、制度を作ればね、二大政党できるなんていうのは話じゃないと、ええ、二大政党っていうは思想的な潮流が2つあって、初めてできていくもんだということと、ええ、もう一つはそのお、地方分岐がす進んでからじゃないと、消費者極性を採用すると、結局、運び屋になっちゃうと、あの財源とかねちょっと待ってください、運び屋って、それ、詳しく。ええ 財源とか利権のね、悪米、えーはい、になりがちだと、地方分権、それは消費税局で選ばれた人が、うん、その地元に対して利益を誘導するということだから地方分権ができてからの話だと、もう一つの理由はという主張、うんうん、中途半端な形での地方分権。えー のままやったらねマイナスのも大きいですよとこういう主張を投じしました、うん、そうしまそうですねあの田中さん、うん、小選挙区制が導入されて30年ですね、うんうん、なぜこれまで続いてきているんですかやっぱりねエネルギーがすごいエネルギーが必要だよね選挙制度を変えるには、えーえー、それでやっぱり、えー、あの最近もう一度見直そうという感じになったのは 一つにはその政治が劣化してきてるから、日本全体、経済も劣化したじゃないかと、うん、そういうことと、もう一つは、それを決めたお二人さん、はい、河野洋平自民党総裁と細子さん、このお二人さんが間違ってたということをおっしゃっていると、そういうことからあの、じゃあ見直そうじゃないかと、うん、いう機運が出てきているというふうに思いますねこれは見直しうるものですか、可能ですか。 やらなきゃいけないんでしょうね。人材が底当つきますね。うん、今ものおままで強力な組織がね、ええ、あの例えば自民党の前についている。はい、それにかなわないですよ、新人はね。無所属で戦って挑んでもかなわない。そこへ公明党っていう一定の票が、ね、あの必ず自民党に、あの詮空譜で。えー 行くと、さら、はい、にそこにあの地盤を親族の地盤をついでいるという世襲化の流れがあると、これはもう都市空間のね、えー、人材っていうのは出れなくなるんですよね。さあこの後8時台ですね引き続きこの小選挙戦について田中修生さんに伺います。皆さんのツイートなどもご紹介していきたいと思っております。今朝の聞きたいは、ま、前半部7時40分になるところです。ひと <laughs> 8時6分になりました。今朝の聞き体の後半です。選挙制度、小選挙区制について考えています。導入されてから間もなく30年です。7時台に続きまして、元経済企画庁長,長官で福山大学客員教授の田中修生さんに伺います。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどの7時台でたくさんの方からツイートメールなどで意見をいただきました。一部ご紹介します。栗ごはんさんから。 民意を的確に反映しない死に票の多い小選挙区制を早く改正してほしいです個人の意見ではなく党の決めた意見だけが尊重されていて多様性にも反します日本の政治的意見は2つだけという対立軸は存在しないので二大政党制にはなじまないと思います毎回選挙のたびに死に票の分の半分近い民意が 跡形もえー、あたかも亡きがとくに扱われる日々に絶望していますそれから菜の花斉田さん政権交代を可能にするために小選挙区制を導入したのでしょうが中選挙区制の時よりも死に票が増えて投票率の低下にもつながっているように思います復活当選など有権者には理解できない制度にも違和感があります小選挙区制はやめて全国地方区だけにするのもいいかなと思います 多くの人が意見が反映されると思うのですがそれからキングカズさんから金のかからない選挙を目指すと言いながら毎年320億円の税金を当選者の所属政党が山分けしさらに財界から多額の政治献金を受け取っていてもっと金がかかっているのが現状です40。のの得得票で80の議席を得てしまう 歪んだ民意を反映しない小選挙区制度はやめるべきですこのほかたくさんいただいていますがこうした声田中さんまずどのように聞かれましたかやっぱりあのこの制度に対して30年ぐらい経つと冷静に見ている人が多くなってきているなという感じしますよね、はい、それでこの制度の問題点田中さんは改めて どの点を指摘されますか。田中さんご自身あの中選挙区も経験されて、うん、そして小選挙区も経験されています。うん、どういう点が問題ですか。あの私のあの一つの特徴というのは都市空圏で出たっていうことなんですよね。何もバックがない。な,ない。地盤看板川は何もないっていう。はい、でそういう人が出れなくなってるっていう状況ですよね。うん、中選挙区時代だったら、はい、あの。 何回か落選してあの、理解してもらえれば、ええあの、階段一つ一つ登っていくっていうことができたんだけども、今、できないですね、党に所属してなきゃ、結局で<は>党、党がうんと強くなる、るな特に今、あのええ、視聴者があの、ね、連絡、ね、発言ですかです、ね。はい にあったような政党助成金って、えー、これも最当初から僕は疑問でね、なぜそ,、うん、そんな必要あるんだと、おそれで、あのー、やっぱり、あのー、だったら、あのー、慶長殿、祝電、はい、とかね、そういう電報をね、べらぼうにかかるんです、これ、これをやめたらどうだと。 ポスターなんかもっと規制したらどうだと、ええ、だから、あのそれを政党助成金で、ね、賄うって話じゃないだろうと、うん、これぐらいあのスマホだの、ええ、テレビだの、いろんなあの別の広報手段がある中でね、政党、うんええ、助成金そのものについても僕は疑問ですね、あの量的にえ非常に疑問です。うんうんうん 確かにまあ選挙に政治活動にお金がかかるということで、それをなんとかクリーンにしよう、規制しようというための制度ではあるかと思うんですが、不十分だ,、ねうん、だから有権者が一番いけないのは政治に金、政治には金がかかるものだというのをね、はい、飲んじゃだめですよ。有権者はそれを認めてはいけない、飲んじゃいけない、うん、それ前提でしょ、はい、政治に金がかかるというのを前提、それを認めちゃだめですよね。えー、あのかか かけないでやれって,言って政治に金をかけないでやれって言ってたらいいんですよだから前から僕は疑問なんですね政治に金がかかるという,いうことでね自分であのまあ選挙に立つという形じゃないから言えるんですけどもやっぱりあの演説会やってお金もらってたからお金ないから僕は演説会やって。 あのなんていうか、お金頂い,いてて、えー、ははは一つの格好とスタイルとしてやってるんじゃなくて、ええ、それじゃなかったらあの、場所も借りられないっていう感じだったから、そうしてたんで、ねええ、だからあの、そういう人間も出れなくなるんですよ、もうね、今うだから、なんでもその選挙に金かかるから、ええ、なかったら税金で出せっていう話じゃないですよ、はい、有権者そう、そこで納得しちゃだめですね、そう思いますよね。 えー、制度そのものを見ますと、過去30年間でこの小選挙区比例代表並立では行われて、うん、実際、2回の政権交代は選挙で行われましたね、この点についてはどう評価されますかだからあの、一方の,そのな挫折っていうかね、ああ<は>えー、そういうことで,で取って代わるということにな,なったわけですけれども、結局あの、鍛え抜いてないから。はいあ それからもう一つは、一つの思想的な筋を持っていない政党であると、瓦解しますよね、崩れさありますよ、だからに、えー、政権交代が全て望ましいわけじゃないですよね、はい、交代したらだめになるという可能性もあるので、<ー>やっぱりあの優れた指導者とす、それから優れた思想、見識というものを常に持ち続けなきゃだめですよね。はい そうじゃないと、必ずその同じ人たちがあの同じ制度をやってたら、必ずあのそれは劣化します新陳代謝が効かないですから、その辺が難しいところですね、そのためにも、先ほど来、田中さんがおっしゃってるような、優位の人材を登用できるような、優位の人材が頭角を現せるような制度。 選挙制度でなければいけないというところにまた戻りますね、えー、本当に3人か5人で最小限で立派な指導者がいればね、えー、あの世論は狂わないですよ、えー、みんなあの平凡な人間じゃだめですよね、構想、えー、力があってねあの、非常に政治って難しいもんだから、えー、それに対して、優れた判断力を持ってる人が必要なんでしょうねそのためには、うん、田中さんはどういう選挙制度がいいとお考えですか。 今のよりも中選局の方がいいですね。個人を選べますから。今の制度より。で、あの、細かいな内閣で提案した全国比例っていうのは、はいはい、その、優れた人たちが5、6人ね、あの、一つのグループで出てくってことできるんですね。うん、それで、あの、政権が間違ったことをやるとしたら、待ったをかけるというね。 必要な時には政権参加するというような、そういうグループがいくつかできることが可能だということで、あの全国比例というのを打ち出したんですが、今でも間違っていないというふうに思いますね。ですから、もし帰るとしたら、はい、細川内閣が提案して、11月の18日に衆議院を通過した政府案をもう一度通せと言いたい。 それかか中選挙区でしかも連起にすするんですよ連期ということは、一人の候補者だけではなくて、ね、あの人これ、ね、昭和21年に一度やったことあるんですけど、ええ、大,大選挙区なんですが、その時は、はい、あは、中選挙区連期制っていうのは、僕も細川さんもそれを主張してたんですよ。例えばあの5人組で、えええー まあ3人区ですね、3人区あたりだったら2人かける、5人区だったら、大体2人がいいと思うんですけども、そうすると余計なサービス競争しなくなりますからね、これ、非常に優れた制度だと思いますね、やれば。それはあの選挙区での,その同じ党の同士討ちみたいのはなくなるっていうか。あの だから余計な金もかからなくなるという、うん、そして思想的にちょっと違いがある、個性も違うというね、人を選べるんで、中選挙区であの、同じ選挙区からあの投票する人が2人選べるっていう、中、うん、選挙区連期制っていうのを、はい、まず第一に押したいですね。わかりました 今朝の聞きたい導入から30年になろうとする小選挙区制について元経済企画長長官で福山大学客員教授の田中修正さんに伺いました。